ちは、シエルです。この前出したフラリッシュの練習動画で写真映えするフラリッシュ教えてくださいと皆さんに伝えたところ、いろいろコメントをいただいて、その中にね、ブルームっていうのがいいんじゃないのかなっていうのが書いてあったので、ブルームの練習1日目動画を撮っていきたいと思います。トランプがファーってなるやつ、そういえばインスタとかでもみんなやってるわと思って、なので今日は私も挑戦したいと思います。いろいろ動画見た時に新品のトランプの方がやりやすいよって書いてあったんだけどね、ちょっとここにあるトランプがそんな新品じゃないっていう、そうゴルスタの結構使ってるやつなんだけど、試しにやってみましょう。ブルーム練習1日目ということで、まず半分に分けてファローシャッフルの、シャッフルじゃないか、ファローして、端と端を持って、こうです、こうです。お、どう？なんかね、90度ぐらいに開かなきゃいけないらしいんだけど、開かない。お？どうやったら開くんだろう、これ。お？え？どうやったら開くんだろう。はい。本当は90度に開くみたい。どうやったら開くの？やっぱこれ新品じゃないとやりにくいのかな。フォローして、端と端持って、どうやったら開くんだ？開かない。あ、開いた開いた。やっぱトランプがさ、あんまり綺麗じゃないからかな。開かない。あ、あ、さっきよりだ。どう？ちょっと分かったかも。なんかね、ここ下で押した、今下で薬指で押してみた。でもこれは初心者向けな感じします。おおお、あ、ちょっと分かりました。多分ね、相当下を持った方が開く。そういえばさ、インスタにフラリッシュの練習動画を載せると、うまくなってから載せろよっていうコメントが来るんですけど、 YouTube でも言われそうだね。なるほど。さっき YouTube 見て学んだんですけど、ブルームっていう言葉の意味がなんか花開くとか開花するっていう意味のようです。なのでこのね、トランプのお花を咲かせようじゃないかっていうことですね。咲かせたい。ちょっとトランプ的にも厳しいかな。なんかみんなこうやってさ、サムネ撮ってて綺麗なんだけどさ、これはちょっとあれだね。あ、どう？ちょっと近い？ブルームの練習はちょっと楽しいです。だからやっぱあれかな、できそうでできない感じだからかな。いつもはね、もうマジでできなすぎて諦めちゃうんですけど、これは、いけるね。はい。はい、という感じで、ちょっと練習してみたいと思います。
うん、あーもういいや。はい、はい、ということでちょっと手が痛くなったので練習はもうやめます。でコメントでね、シエルさんにとって記憶に残るマジックショーなんですかっていう質問があって、記憶に残る、私が出演したものかな、それとも見たものかな。記憶に残る、一番記憶に残るマジックショーは、あのラスベガスにマック・キングさんのマジックショー見に行った時に、マック・キングさんのステージに上がったの、私、シエルが。これすごくないですか。あのね、マック・キングさんのマジックショーの入り口で、あのビジネスカード、名刺を入れるボックスがあって、そこにね、名刺みんな入れて入場していくんですよ。でマジックショーの最後に抽選会があって、名刺が入った箱の中からマック・キングさんが1枚ピュンって出して、その人に T シャツが当たるっていう、そんなコーナーだったんですけど、そこでね、私の名刺を取った。私、自分の名前を英語でも返さんかな、シエルみたいな、シエルって言われて、はい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 って言って上がってって、で数百人いた、何百人ぐらい入るんだろう、そう、500人ぐらい入るキャパかな、数百万入ってる名刺の中、ピューンって私のを選んだんですよ。なぜかというと、多分めちゃくちゃ名刺が派手だったのと、紙なんだけどすごいプラスチックみたいな素材のめちゃくちゃ手触りがいい紙を使ってるんですよ、私の名刺で。多分それで、多分なんかちょっと違和感あったのかな、1枚ピューンって取ってくれて、そのショーには実は日本のね、すごい大御所有名マジシャンの方経由でちょっとチケット取ってもらってて、でそれで From Japan っていうのが走りながらステージ上がって、そしたら、ああ、 You はもしかしてあの人の友達かい、みたいなこと言われて、 Yes みたいな、友達です、みたいなこと言って、そう、ちょっとそのね、あの大御所の方の前ではそんな友達ですなんて言えないんですけど、そう、そんな感じでラスベガスのステージに立ったという、 T シャツをゲットして帰ってくるという、すごい記憶に残るマジックショーですね。今はどういう感じでラスベガスでショーしてるかわからないんですけど、もしもラスベガスでマック・キングさんのマジックショー見に行く方は、ちょっと目立ついい紙の名刺を持っていくと、もしその抽選会があった場合は選ばれるかもしれないので、いい名刺を持っていくのをおすすめします。つい最近来日してましたよね、確かね。ちょっと私は見に行けなかったんですけど、はい、そんな記憶に残るマジックショーでした。フラリッシュ練習はちょっと引き続き頑張りたいと思うので、写真映えするフラリッシュの情報をお待ちしておりますので、コメントにいただけると嬉しいです。はい、ということで本日も動画見てくれてありがとうございました。マジシャンのシエルでした。